ますが、去年ちょっと失敗してるので少し不安なところはあるんですけど、皆さんと一緒に育てられたらなと思っております。なのでよかったら一緒に見守って一緒に育てていけたら嬉しいなと思います。植えました、ひまわりとトマトを植えてみました。イエーイ。1週間ぐらい、ひまわりは1週間ぐらい、トマトはコメントで3から4日って書いてあったから、まずはそこまで頑張りたいなと思います。出たらちょっとは、ちょっと安心するかなと思いますね。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ということで、よいしょ、プランターも買わなきゃいけないのかな。ということで、本日はこの後ちょっとインスタ時間はちょっと考えよう。もう10分じゃ準備できない気がするけど、ちょっとはいツイートして、まあ40分から始めたいなと思ってます。ということで始めようと思います。インスタライブもやりたいと思いますので、今日はショールームはこの辺にしておきます。はい、45分って言っとこうかな。45分から45分からにしようかな。ちょっとこのひまわりちゃんたちも写真撮りたいなって思ってきたからちょっと準備でき次第始めたいと思います。インスタライブので、よかったら見てください。ということで、あと2分ほどでショールームは終わりたいと思いますので、よかったらインスタライブ見に来てください。よろしくお願いします。わかりましたーってありがとうございます。休憩、今ずっと座ってるだけだからそう、ただ話してるだけですからね、私。休憩って言っても何をしてるわけでもない、ただ話して歌ってるだけなんかおまばーって言って歌ってるだけなので。ということで、まあちょっと準備でき次第ツイート、インスタ更新して告知もして始めていこうと思います。はい、ということで、1時間半やったんですけど、7682人の皆さんありがとうございました。たくさんのコメント、たくさんの星投げ、たくさんのギフト、ありがとうございます。ありがとうショコラ。そして、この後インスタライブ、そしてその前にインスタを投稿します。インスタ投稿して、ツイッターもこの子たちを写真撮って載せて告知もしたいと思っておりますので、ちょっと今しばらくお待ちください。ちょっと時間はちょっとツイートします。ツイートっていうか